一日一ホラー、着用時の80年代ホラー映画館、アリススイートアリスです。はい。えっ、ー、と、スラッシャーものでございます。えっ、ー、と、若い時のね、子供の頃のブルックシールズと言っても今の人知らねなえな、ブルックシールズが出てることで、えー、有名になりました。ある、教会の、まあ、礼拝式の日に、 えー、黄色いカッパを着た殺人犯に子供が殺されてしまいます。それがブルックシリーズですね。で、それで犯人探しをするんですが、犯人は意外な意外という感じで、まあ人間が犯人なのでミステリー要素満載のスラッシャーホラーですけども、まああのー、ポスターが不気味ですよね。はい。んで、あの、これ昔ね、VHS が出てた当時は、無名の VHS メーカーから出てまして、 えー、売りはもう本当にホラーというよりも、ブルックシーリズ主演作品として売ってましたね。まあ、インチキ商売がはびこった時代ですわ。作品としてはすごく面白いですよ。はい。えっ、ー、と、新たに v g s 出てるんで、えー、見ない方は見たいください。えー、チャンネル、チャキでしたチャンネル登録よろしくね。